テレーゼ・ブルンスビック・デ・コロンパは、ハンガリーの伯爵霊場、教育者。ハンガリー名は、ブルンスビック・テレーズ。スイスの教育実践者、ヨハン・ファイン・リヒ・ペスタ・ロッチを信奉していた。ハンガリー王国のポジョニに生まれた。父は、アントン・ブルンスビック伯爵。母は、アンナ・ジーベルクであった。兄弟姉妹に、フランツ、ヨゼフィーネ、そして、シャル・ロッテがいた。 ブルンスビックは1828年7月1日、ロバート・オーエンが1816年にスコットランドのニューラナークに設立した施設に習い、ハンガリーに保育施設を設立した。修学前児童の教育機関はたちまち、ハンガリー全土に知れ渡り、1837年にフリードリヒ・フレイベルがドイツに初めての幼稚園を立ち上げる。また、 ブルンスビックはブダとペシュトで女性連合を創設するとともに女性のための教育機関を指導し一貫してその質の向上に努めた。ルートビヒバン・ベートーベンの弟子の一人であったブルンスビックは彼からピアノ・ソナタ第24番の検定を受けた。このためこのピアノ・ソナタはテレーゼと呼ばれることもある。研究者や作家の中には妹のヨゼフィーネではなく 彼女こそが不滅の恋人だったのではないかと考える者も,もいたが、最近ではその可能性は低いと見られている。ブルーンスビックの最初の伝記はラ・マーラによって1813年までの日記とメモ書きはマリアンヌ・チェケによって世に出された。いずれの資料からもベートーベンとブルーンスビックか、とりわけ妹のヨゼフィーネとの関係について多くのことを知ることができる。 ブルンスビックはペシトに没した。ありがとうございます。